覚炎上の記事を読みます。沖縄と奄美は1945年の日本敗戦の後開催されたポツダム国際会議の法廷で正式に米国に割譲されたアメリカの領土です。この際米国に返上してアメリカ51番目の州琉球空手の州を誕生させましょう。沖縄諸島尖閣を含むの領土領有権はポツダム会談の決定で第二次世界大戦で日本が無条件降伏をした昭和20年1945年8月15日以降現在も将来も米領でアメリカの領土で日本が領有権を主張する権利は一切ありません。また中国チャイナの代表でポツダム会談に出席したのは蒋介石総統の台湾に政府を置く中華民国でした。そして現在の中国中華人民共和国当時毛沢東主席が率いていましたはまだ建国4年前で従って尖閣の領有権を主張する権利は中華人民共和国にはありません。1972年佐藤栄作総理が沖縄返還の功績でノーベル賞を受賞したいということでニクソン大統領は施政権だけの復帰は了承を認めましたが領有権に関しては当時事情を知る中華人民共和国と中国から反対があり一切認められませんでした。したがって仏壇会談の国際法廷で決まった沖縄諸島と奄美群島の米国への割譲は現在も生きておる限り取り消されておらない限り未来将来ずっと続いて米国領アメリカの領土です。上に載せました写真これは総理府発行の身分証明書パスポートで筆者稲村博氏が沖縄復帰直前の1972年4月19日に那覇に取材旅行に訪れた時のものです。1945年昭和20年の敗戦時にポツダム会談での米国の割譲という国際法廷での明確な事実に加え
琉球ガバメントの入国審査スタンプやパスポートの発行年月日1972年4月の時点までを見ても、沖縄が日本領土ではなく米国信託統治領琉球であったことが一目瞭然にわかるものです。しかるに何を間違ってか外務省は明治28年1895年1月14日に閣議了承で尖閣が日本領に決まったということを発表しております。その英文です。キャビネットデシジョンメイドジャニュアリー 14th 1895 to incorporate the 尖閣 islands into the territory of Japan。 尖閣は1895年以来日本領ということが閣議で決まったと言っているわけです。こういった諸般の事情を熟知しているアーミテージ元国務長官は2012年の NHK 記者の公式の領有権についての質問には一切言及しなかったとのことです。尖閣有事の際は日本サイドで戦うと従来の米国の尖閣対応を2016年5月に国賓として来日したオバマ大統領が記者会見で語りました。このアメリカの尖閣に対するまた沖縄に対する一大変更の裏にはニクソン大統領と佐藤栄作総理の二大巨頭が結んだ一大危機の際には米国は沖縄の軍事基地軍事拠点として使用するとの密約があったことを広い日本で知っていたのは筆者一人であったようです。